ちは。こんにちは。インスピリッツ展示クラブの石井です。です。はい、ということでまきちゃん。はい。今日は女子大生まきちゃん試合への道の待望の初試合。はい。ということで、はい、頑張っていきたいと思うんですけども、まきちゃん今の気持ちは？半分緊張、半分ワクワク。半分緊張、半分ワクワク。はい。いい状態ですね、それは。というわけでですね、今までその試合に出るために、まあ、たくさん練習してきたと思うんですけど、覚えてます？何をやったか。ちょっと緊張で忘れかけてます。まあ、とりあえずフォアハンドのストロークと、はい、バックハンドのストロークと、はい、サーブですね、はい、練習をしてきました。あと試合もね、ちょっと練習試合形式でやってみて、カウント等は数えられるように、まあ、練習をしてきたということで、まあ、今日本番なので、今日練習してきたことを踏まえて今日の目標ですね、試合に対する目標をちょっと聞きたいなと思って、はい、じゃあちょっと目標お願いします。目標は2つあるんですけど、すごい疲れ、すぐ疲れるとできなくなっちゃって、はい、サボっちゃうんですよ、足を動かすの、はい、だから絶対足を動かした方がいいボールになってるので、はい、足を動かすのと、足を動かすこと、はい、もう一つが強く打とうとしちゃうんですよ、はいはい、すぐ気味を消して、はい、それをやめて、はい、5回は続けようと。あ、なるほど、5回まではラリーを続けるように、はい、丁寧にやるということで、はいはい、すぐ決めに行かないと、そうです、ということで、はい、じゃあ2点、はい、気をつけて、はい、初試合頑張ってください。頑張ります。というわけで今日はまきちゃんは、何ブロックでしたっけ。今日は11人、はい、11人のエントリーで、はい、B ブロックに、はい、させていただきます。はい、というわけでまきちゃんは11人の B ブロックに入りましたので、はい、これから3試合頑張ってやっていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
チャンネル登録ボタンはこちら、最新のおすすめ動画はこちらです。高評価ボタンも押してね。